DVD は年に一度行われている大阪教育大学音楽教育講座定期演奏会の過去9年分のダイジェストです。大阪教育大学音楽教育講座では音楽教育学、音楽学に関わる研究はもちろん、声楽、ピアノ、作曲、打楽器、和楽器など幅広い分野の実技の授業を受講することのできる充実した環境が整っています。その実技の質の高さを最も感じられるのが年に一度開催される定期演奏会です。この定期演奏会では演奏のみならず企画・運営からすべて学生が行うため、演奏技能が向上するだけでなく、人と協力して一つのものを作り上げる力が養われ、学年の壁を越えた関わりも生まれます。教壇に立つ卒業生からも、定期演奏会で身につけた企画・運営力は学校現場で行事を運営する際に非常に役立っているという声が上がっています。それでは定期演奏会のダイジェストを通して音楽教育講座の魅力をお伝えします。ぜひご覧ください。2回生の必修授業である合奏では、基礎的な打楽器の奏法を楽しく学ぶことができます。前期の授業では打楽器の基礎となるリズム打ちから始まり、さまざまな種類の打楽器に触れながら打楽器の基礎的な奏法を学びます。後期の授業では定期演奏会で演奏される曲に取り組む中で、前期に学んだ基礎的な奏法を生かした実践的な学習が行われます。定期演奏会で演奏される曲は、多様な楽器から構成される迫力ある合奏曲から、一切楽器を使用せず自身の身体のみを使って音を奏でる曲まで多岐にわたります。また学校現場の音楽の授業において、合奏は大変重要な役割を果たしており、合奏についての知識や技能は教員になった際にも役立つと考えられます。知識や技能だけでなく、みんなで息を合わせるという合奏する上で最も重要なことを実際に経験しながら学ぶことができるのも、この授業の醍醐味です。
平成20年改定の学習指導要領音楽では、我が国の音楽文化に愛着を持ち他国の音楽文化を尊重する態度等を養う観点から、我が国や郷土の伝統音楽の指導を一層充実して行うこととされています。実際に多くの学校現場でも伝統音楽の指導の一環として和楽器の演奏を取り入れた授業が行われています。このような流れから、音楽教育講座では和楽器アンサンブルの授業を開講しています。この授業では、将来和楽器の奏法を指導するということを念頭に置き、琴や三味線、またその爪、バチ、琴地などの扱い方、調弦の仕方などを基礎から学びます。定期演奏会では、古典曲から現代曲まで様々な曲の合奏に取り組み、和楽器の演奏技能を身につけます。ピアノの授業では、個人の能力に応じ、バロック、古典からロマン派まで幅広い時代の楽曲に取り組みます。また、授業は個人レッスンにとどまらず、グループレッスンでも行われます。グループレッスンを取り入れることにより、技術の向上だけでなく、どのように指導すればよいかといった指導者としての視点を育てることが可能となります。定期演奏会ではソロだけでなく連弾での演奏も行います。2014年度の定期演奏会では、サンサンス作曲の動物の謝肉祭を演奏しました。定期演奏会が近づくと、演奏者同士でアドバイスし合ったり、曲全体のまとまりを出すために定期演奏会の演出係と協力して話し合い、照明の工夫や絵本の作成にも取り組みました。一門目の一助さん、ひろしが開いて一万一千
合唱の授業は合唱1から6、声楽アンサンブル A から D の受講者で構成されています。学部生と大学院生約80名が一緒に授業を受講しています。学校現場で歌われる唱歌はもちろん、古いものは中世ルネサンスから現代曲まで幅広い楽曲を扱います。地域連携にも力を入れており、週1回の授業にとどまらず、月に1回程度アウトリーチ活動として小中学校、特別支援学校、病院、地域行事等で演奏する機会があります。自身の演奏への子どもたちの反応などを直に感じることは、音楽の素晴らしさや楽しさを実感できる瞬間でもあります。自身が楽しみつつ、教員に必要とされる合唱指導者としてのスキルを身につけることが可能です。またアウトリーチ活動の企画・運営は基本的に学生主体で行われており、教員になった際に必要なマネージメント能力を育成することができます。
ー